こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2018年9月、日本の潜水艦黒潮が南シナ海で訓練を行っていたという事実が公表されました。一般的に潜水艦の訓練を公表することは滅多にないそうですが、どうして公にしたのでしょうか？理由は、日本の技術力の高さを世界に知らしめようと、あえて黒潮の行動を公表したのではないかと言われているのです。これはあくまでも筆者の想像に過ぎないのですが、南シナ海では護衛艦加賀、稲妻、鈴付きの3隻が航行の自由作戦を展開しています。海底に潜む潜水艦の存在を各国が知らなかったというより気づかれなかったという過程の上に、実は、と異例の発表をすることによって、日本の潜水艦技術を世界へ発信していると考えています。昨年2018年、黒潮はベトナムを親善訪問しました。これは、日本とベトナムの国交樹立45周年を記念したものでした。当時の説明をします。日本の海上自衛隊の潜水艦黒潮は9月17日、ベトナム海軍への親善訪問のため、乗員約80人で南中部沿岸地方海インフォア省のカムラン国際港に寄港しました。海上自衛隊は、同月21日まで同省に滞在する予定です。これは、ベトナム海軍潜水艦部隊などへの親善訪問によって、海上自衛隊とベトナム海軍との相互理解を推進し、加えて防衛協力や交流の進展を図ることを目的としたものです。先立つ9月13日、ベトナム海軍親善訪問部隊の潜水艦黒潮と、同年度インド太平洋方面派遣訓練部隊の護衛艦である加賀、稲妻、鈴付きの3隻及び搭載航空機5機が海上自衛隊の戦術技量向上を目的として、米国、フィリピン海軍と合同で、南シナ海で対潜水艦訓練を実施しました。通常の場合、海上自衛隊の対潜水訓練は、日本の周辺海域で行っていましたが、南シナ海での潜水艦派遣による訓練実施が公表されたのは、今回が初めてのことでした。この公表の理由としては、航行の自由をアピールして、圧力を強めつつある中国を牽制する狙いがあると推測されています。また、日本が戦略資産としている、いわば虎の子の潜水艦まで動員したのは、中国への牽制に本格的に対処し始めたという証拠とも言われています。今回の南シナ海における合同演習には様々な意味を持っているのではないかとも思われます。というのは、この訓練に関して今までの訓練とは違うことに気がつきます。日本の海上自衛隊は9月17日、報道を通じてインド太平洋方面の派遣部隊とベトナム海軍の親善訪問部隊が13日、南シナ海で対潜水艦戦を想定した訓練を実施したと公表しました。海上自衛隊は訓練に参加した戦力をインド太平洋方面の派遣部隊である準空母加賀、排水量19000トン、稲妻、鈴付き。そして、ベトナム海軍親善訪問部隊である、潜水艦、黒潮、2750トンと区分しました。実は、海上自衛隊は、8月21日、加賀を含めた3隻が、8月末から2ヶ月間、
インド太平洋地域の国々と合同訓練を実施すると発表していたのですが、黒潮については一言も触れていなかったのです。海上自衛隊が極秘扱いにしていた黒潮の動きは、新聞の報道を通じて公開されました。同紙は、複数の政府関係者の言葉を引用し、黒潮9月13日に、南シナ海のフィリピン付近の公海で対潜合同訓練を行ったと報道しました。黒潮は、加賀などの他の3隻とは別行動をとっていたのですが、9月13日に、スカボロー礁、中国名、キーワ島、中国、フィリピン間で、領土問題で、紛争中付近で対潜訓練に合流したそうです。そして、アメリカの空母ロナルド・レーガン及び、フィリピンの艦艇と一緒に、対潜ヘリなどを動員して、相手の潜水艦を発見する練習などを行いました。訓練を終えた黒潮は17日、南シナ海に面した軍事的要衝地ベトナムのカムラン湾に入港したのですが、実は自衛隊の潜水艦がこの湾に入港するのも今回が初めてのことでした。ちなみに、このカムラン湾は古くから軍事拠点として重要視されていた港です。日露戦争時にはあのバルチック艦隊も立ち寄ったそうですし、太平洋戦争時には日本海軍も使用したそうです。自衛隊が今回の訓練に参加したことは、南シナ海をめぐるアメリカ、中国の鋭い対立を考慮すると、何とも意味深長な動きと思われます。アメリカは2015年、日米防衛協力指針の改正によって、日米同盟をグローバル同盟に強化し、南シナ海に対する偵察を自衛隊が担当することを、希望する業務として提示してきました。そして、日本の海上自衛隊幹部も、朝日新聞のインタビューで日本政府が、南シナ海へ潜水艦を投入したことは、一歩、より深く踏み込んだ動きですと答えています。その一方で、日本政府は、エジプトのシナイ半島で活動する、多国籍軍監視団、MFO に、陸上自衛隊の派遣を検討していると、東京新聞などが報道しました。もしこれが実現すれば、国連が統括していない多国籍軍の活動に自衛隊を初めて派遣することになります。黒潮の活動を公表したことによって日本の持つ軍事力がどのぐらいのレベルであるのか世界に知られてしまったのかもしれません。この潜水艦の性能は未だ計り知れないものがありますが、それを含めても日本の高い技術力を周辺国に理解させることができたと思われます。海上自衛隊が極秘扱いした黒潮の動きが公開されたのは、新聞の報道を通じてだった。同紙は、複数の政府関係者の言葉を引用して、黒潮が13日に南シナ海のフィリピン付近の公海で対潜合同訓練を行ったと伝えた。他の3隻の艦艇とは別に動いていた黒潮は13日、中国とフィリピンの間に領土紛争が進行中のスカボロー礁、中国名、キーワ島付近で対潜訓練に合流した。自衛隊艦艇は、米空母ロナルド・レーガン号及びフィリピンの艦艇と共に、対潜ヘリなどを動員して、相手先の潜水艦を見つける練習などを行った。訓練を終えた黒潮は17日、南シナ海に面した軍事的要衝地であるベトナムのカムラン湾に入港した。
自衛隊潜水艦のカムラン湾入港も今回が初めてだ。自衛隊の今回の訓練参加は、南シナ海をめぐる米中の鋭い対立を考慮すれば、意味深長な動きと解釈される。米国は2015年、日米防衛協力指針の改正で、日米同盟をグローバル同盟に強化し、自衛隊が担当することを希望する業務に南シナ海に対する偵察を提示してきた。日本の海上自衛隊幹部も朝日新聞のインタビューで、日本政府の南シナ海への潜水艦投入を一歩より深く踏み込んだ動きと話した。一方、日本政府は、エジプトのシナイ半島で活動する多国籍軍監視団 MFO に、陸上自衛隊の派遣を検討していると東京新聞などが報道した。これが実現すれば、国連が総括しない多国籍軍の活動に自衛隊を初めて派遣することになる。日本の軍事力がどれくらいのレベルなのか分かってしまったかもしれない。潜水艦の性能は未だ計り知れない性能があるが、それを含めても日本がすごいことを周辺国に理解できただろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。令和元年東流潜水艦が進水式を迎えた。最新鋭の潜水艦となるこの東流だが、ディーゼルエンジンとリチウムイオン電池とのハイブリッド方式となる。今までのスターリングエンジンは11番艦を雨竜から廃止となる。リチウムイオン電池の飛躍的な技術の進歩にスターリングエンジンが追いつかないほど電池が進化してしまった。1年前に世界をあっと言わせた雨竜のおさらいをすることで、もっと東流潜水艦の性能が理解できるだろう。それでは紹介していく。2018年10月、海上自衛隊の最新鋭潜水艦、王竜は進水しました。この艦は、2年後の2020年に、実際の配備を目指して着々と準備が進められているそうです。海上自衛隊の潜水艦といえば、忘れられない事実がありますね。2018年8月ですが、当時の防衛大臣小野寺御殿が、潜水艦、黒潮はすでに15年くらい前から、南シナ海の何回も訓練を実施してきたと発表し、世界の耳目を集めたことがありました。この黒潮は、実は、海上自衛隊の潜水艦の中でも旧式な潜水艦です。にもかかわらず、この黒潮でさえ、日本からかなりの距離がある海域で行動できるという事実に、改めて
その能力の高さに注目が集まったのでした。最新鋭潜水艦オウリュウですが、そう、リュウ型潜水艦の11番艦となります。特徴としては、このオウリュウから搭載している蓄電池方式がリチウムイオン電池に改められた点でしょう。現在の潜水艦の動力は大きく2種類に分けられます。原子力推進型と通常動力型ですが、アメリカは原子力推進型を、日本は通常動力型を採用しています。日本が採用している通常動力型は、内燃機関であるディーゼルエンジンと蓄電池によるモーターの2種類を使用しています。いわばハイブリッド車のように複合型の推進方式が用いられているというわけです。こうした流れの中で、前述のように蓄電池としてリチウムイオン方式を採用した世界初の潜水艦がオウリュウです。オウリュウは通常動力型潜水艦において世界最高水準の優れた性能を有すると考えられているのです。では、リチウムイオン電池のメリットを少し紹介します。リチウムイオン電池が今まで使用してきた鉛電池に比べて、格段に優れているとされる一つは、充電に要する時間が大幅に短縮されるという部分です。現在の潜水艦の運用というのは、水中に連続して潜った状態で作戦行動が行われることになるので、通常動力型潜水艦の場合には、水中を移動する際には、敵に探知されにくい音の静かなモーターを使用しています。前の見えない水中では、音が唯一の頼りですから、なるべく音を立てないようにするというのは鉄則ですね。充電中の音も低くしたいというのは、至極当然のことです。このため充電時間が短いということは、時間だけでなく海域の両面について、潜水艦を使用した作戦行動に関して、大きな優位性を発揮することに、つながるものと言えましょう。二つ目のメリットは、同じ容量で比較した場合、生み出すエネルギー量が2倍以上に達するので、水中での移動スピードを高めることも可能になるのです。それに、プラス鉛電池の充電や放電の反復使用回数は約300回とされますが、リチウム電池は約3000回以上も可能と言われるので、電池交換などのメンテナンスにかかる工数も当然減らすことができるのです。また、同じ容量で比較した場合、リチウムイオン電池は鉛電池と比べると4倍以上も大きいので、必然的に広い範囲での行動ができることになります。3つ目のメリットは安全性が高いことでしょう。鉛電池では、酸素や水素が発生する恐れがありましたが、リチウム電池では、そうした危険性は排除されているのです。海中で酸素や水素が発生したら火事にもつながりかねませんし、危険があったと思われます。オウリュウについては、動力である電池性能の向上だけではなく、艦としての構造上の強化も同時に図られています。潜水艦にとっては、優先度の高い潜航深度、そして、秘匿性能については一段と強化されているそうです。近年、いろいろと紛争の元になっている尖閣諸島付近の東シナ海では、こんな事件がありました。中国海軍の潜水艦が浮上して中国国旗を掲げるという、何とも不可解な行動があったのです。この行為の理由は不明ですが、推測によると、
海上自衛隊の航空機並びに艦船によって、潜航中の中国潜水艦が捕捉された。そして、日本領海への何度にもわたる侵入についての警告を受け、いやおうなしに浮上させられたと考えられているようです。実際にはこの時、海上自衛隊の潜水艦も監視行動をしていたのですが、艦の存在を隠すため、あえて最後までその姿を公にはしなかったのだ、と言われています。無論、日本近海の脅威は中国海軍だけではありません。特に、オホーツク海方面では、ロシアの原子力潜水艦も警戒が必要な存在と思われます。中国、ロシア、そして北朝鮮。これらの複合的な脅威が存在しています。国土の割に広い領海を持つ日本の防衛に関しては、潜水艦は言うまでもなく、新しい対応戦略が早急に求められるところで、あると考えられます。前述の通り、航空機では P1 小開発や F35A ステルス戦闘機の配備、護衛艦出雲、加賀の改修に伴う F35B ステルス戦闘機の配備が進行しつつあります。また、海上でのイージス護衛艦の8隻配備の実現などと合わせて、こうした新戦力の増強による防衛力強化と戦略面の連動が、ますます重要になってくると思われます。だからこそ、リチウムイオン電池を搭載した新型潜水艦オウリュウの存在は、最近軍備拡大を続ける中国に対して圧力を感じさせることになり、戦力の集中を阻害させる効果もあると推測されているのです。これは従来型から大きく向上された連続潜航距離を上手に活用し、中国海軍の潜水艦に対応する部隊をなるべく広範囲に展開させることによって戦力の分散を図ろうという新しい戦略なのです。数に勝る中国海軍に対して日本は少数精鋭ということなのか、質の面で優位性を確保しようと努めています。この戦略を潜水艦に関してもさらに推進し、これまでは作戦行動の中心にしていた待ち伏せ戦法から変更することを伺わせるものではないでしょうか。中国海軍は極端に言ってしまえば、南シナ海から海上自衛隊の潜水艦を確実に追い払ってしまわない限り、艦艇は警戒態勢を取らざるを得なくなりますし、行動が非常に制限されることになるのです。ステルス戦闘機や空母型護衛艦などは見た目に華々しく、人目を引きますし、人気もあります。しかし、このような目立つ機体の導入と歩調を合わせて、目に触れずに海中で活動する潜水艦の運用についても、兵器の特性を生かした新しい局面が実現されようとしているのです。